はい、元公邸料理人です。本日もよろしくお願いします。今日なんですけど、今ね、実はいつもお世話になってるお客様からお電話ありました。ちょっと今から行くねんけど、海鮮が好きなお客様が いらして、その人にちょっとここを紹介したいし、驚いてほしいと思うんで、なんか最初に出るお料理を用意してほしいっていうのが今来たんですね。お電話が1時間ぐらい前ですに来ました。で、1時間後に今から来られるんですけど、今日貸し切りでやらせてもらってて、今終わったとこです。まあ、ちょっと締めようかなとは思ったんですけど、いつもの常連さんがそういうふうに言ってくださるんだったら、じゃあ、まあ、ある食材でちょっとやらせてもらいますと、その代わり驚いてもらえるように一生懸命やりますっていうのでやらせてもらったんですけど、でそのお作り、お酒のあても入れて、でちょっとお寿司も、入れて、ワンプレートのお料理をお出ししようと思ってます。こういうことってすごい多々あるんですね。まあ、お店やってるとこういう急にやってほしいとか、逆に変更とかあります。でコース料理でも食べれないとか、もうそこで、あ、これが食べられへんのやったら、苦手やったら違う料理に変えるっていう臨機応変さっていうのも、店を経営していくのはすごい大事なことだと思ってます。なので、この今から急遽入った状況の料理をどうやって作っていくのか、である中での料理、食材でやるところを、見てもらえたら、これから今後ちょっと料理をやる人とか店やる人の少しでもお勉強になればいいなと思ってます。ぜひそういう料理、今からお作りとか盛り合わせ、ワンプレートになる料理を見てもらえたらなと思ってます。では今から調理開始します。今からやっていくんですけど、ちょっと申し訳ないんですけど、多分喋りながらだとこれができない可能性もあるんで、盛りながらやっていきます。で、後で説明とかは入れれたら入れますんで、今日はやりながらやらせてもらいます。できたのがこういう形になります。
上から見るとこういう形かな。はい、順番に説明していきますね。今日はマグロと、はい、イカのお寿司で、真ん中にシラスを乗せてます。チラシ寿司にしてます。で、真ん中がこれがあの生イカを塩辛にしました。はい、であとホタルイカもうこれお気づけにしています。両方ともちょっとイカ好きっていうことも聞いてますんで、お酒のあてで出しました、あの用意しました。でこれもお寿司なんですけど、これはあの水ナスですね。先週の水ナスをあの浅漬けにしてるのと、タケノコを少し甘く炊いたのを一緒にしてます。これもちらし寿司になってます。でお作りなんですけど、今日は生マグロ、あとホッキ貝、タイですね、タイの薄作りにして、あとモンゴイカですね。はい、モンゴイカになってます。でシラスの、シラスおろし、大根おろしにしてお醤油をかけて食べてもらおうと思ってます。でお好みでお塩ですね、お塩かわさび醤油かって形になってます。これもぐるーっと回すとこういう感じでなってます。今日はキリコの器にいろいろ入れていきました。お客様も変えられました。先ほど取ったお作りもすごい喜んでいただいて、ありがとうと、時間ない中でご無理言ってごめんねっていう形で優しく言っていただきました。いや、もうこちらこそあの本当にありがたかったですすごい喜んでくれてよかったですし、まあ盛り合わせを作ったんですけど、他にある食材でどんだけ華やかに見せれるかっていうのが、まあ、仕事やる中ですごい大切やなと思います。こういうふうにやってほしいっていうのをできる限りお客様のご要望に応えようと思います。やっぱり考える力っていうのはすごい大事だなと本当につくづく思います。用意したコースでお出しするっていうのももちろん 大事なんですけど、それ以上にその時の気分とかその時の好みって絶対人それぞれ違うんですね。だからお客様の好みに合わせれるようにしていくのがまあベストかなと思います。どうしたらもっと良くなるのか、これとこれやったらいけるかというのを考えてやるといい料理ができたなと思いますし、お客さんの反応が違います。まあ一応こういう形で、まあある意味リアルタイムで盛り方とかをやらせてもらったんで、見てもらえたら参考になったら嬉しいです。まあ今日は盛り合わせ、お客様が急遽あったんで僕は盛り合わせをやりました。はい、もう僕も今日は勉強になりました。無言でちょっとやらせてもらったんで、ちょっとね、もう説明不足っていうのもあると思いますけど、まあ今日こういうのも、まあ実際やってるとあるっていうのも分かってもらえたらいいなと思います。はい、本日もありがとうございました。またよろしくお願いします。インスタ、フェイスブック、もう和食U でやってますんで、よかったらこちらも登録お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。